はい、そしたら最後に第一支部よろしくお願いします。でついにですね、ここの支部長の、もう一個あるか、上野さんはですね、会計副支部長で最後に支部長という、まあ、シンデレラストーリーを歩んだ方でして、であとすごく特徴的なのが第一支部は女性3人が三役です。でこれは多分他の全国の、支部を見てもないんじゃないかなと思う。やはり沖縄だからこその、できる、なんですかね、素晴らしさだと思うので、一度、はい、じゃあそれでは上野さんどうぞよろしくお願いします。皆さんこんばんは、上野ゆかりです。よろしくお願いいたします。私前に出るのすごく苦手でがっちり書いてきたんだけど恥ずかしいなと思ってでも読みます。すいません、三省堂沖縄第一支部支部長させていただくことになりました、上野ゆかりと申します。あ、やばい。はい、すいません、私は先週コロナモードチェンジで講演いただいた、ワクチンの権威であります井上正也さんと同じ岡山県出身です。で、沖縄県那覇市に引っ越して7年目になりました。で私はイングリッシュスクールのアップフィールドイングリッシュスクールを経営しています。那覇で少し経緯を話しますと、私は子供の時からこう日本ってすごく閉鎖的だなとか苦しいなって思いがずっとあって、で海外に行きました。で15歳の時にオーストラリアに1年、18の時にカナダに1年行かせてもらいました。でそれから一人で旅行を始めて、結局カンボジアの方に4年間住んでました。で日本に帰ってきたのが29歳の時です。で沖縄に住み始めて、言霊、言霊の学びに会いまして、その時に初代の支部長の椎葉谷さんと出会いました。でその学びを通してですね、これから日本や世界が変革せざるを得ないっていうことを知って、自分の中に何ができるのかなってことをずっと模索してました。私は何ていうかな、家系図作ってる自分 でその前に毎日何かください使命をって思って、でその中で何か自分の役割を全うしたいと思っている中、椎葉谷さんの方から三省堂の動画をいただきました。で大人ってどうせずるいだろうなとかすごく思ってたんですけど、その動画を見て本当に、真剣に大人たちが本当のことを伝えて本気で日本を守ろうとする姿にすごく感動して胸がすっきりしました。でそこからこの活動に参加させていただくことになりました。であと今自分が閉鎖的で苦しいなと思ってた日本っていうのも作られた日本で、もともと日本じゃないんだったってことも分かったので自分の学びにつながりました。2ページ目これ一応3分以下で測ったからねで、5月14日のタウンミーティング、松田先生、武田先生のタウンミーティング後に懇親会で沖縄支部決定が決まって、その時に会計 にさせていただくことになりました。で、最初から三省堂沖縄支部の方々と一緒に楽しく、過ごして結束していく姿を私はすごく見させてもらって、とにかく皆さんがすごく大好きです。でこの皆さんの笑顔と、楽しく活動している姿を自分もサポートできるだろうなと思ってます。 で子どもたちがやっぱり明日はもっといい日になるなっていうことを思ってもらえるような日本、そして社会に、世界ですね、見させていただくために頑張ります。で足らずもいいんですけども、浩平さん、あと中川さんも、山吉さんも、なんで泣いてんだろう。で、なのであれば私でもできるかなと思ってお受けいたしました。で引き続き、このまま仲のいい笑顔いっぱいの、沖縄支部のまま仲間を増やしていきたく思ってます。で今日中野倉さんいないんですけど、彼女って三省堂ができた当初から応援してまして、支部活動、支部が結成される前からいらっしゃる方で、とても魅力的で事務がとても得意な方です。またご紹介いたしますのでよろしくお願いします。